さんこんにちは。ビビレセンベツの今日はモンゴルの首都であるオランバトルからモンゴル語講座をお送りします。今日のビデオはオランバトル市の南方にあるミルクリザの正門の前に立ってお送りしています。ミルクリザはモンゴル語ではそのままでミルクリザと呼ばれています。これから入ってみましょう。エサイヤはモンゴル語でノゴニディクールと言います。モンゴル語ではお店のことをディクールと言います。モンゴル語で買いたいものをしていればその言葉の後ろにディクールという言葉を入って言えば大体意味が通じます。肉屋さんをモンゴル語ではマネディクールと言います。モンゴル語では米を豚と言います。豚米を買いたいなら店員さんに豚アフクスよと言ってください。ホランとモヨでした。バイルサーバイルサー。ブテレセンベチャノー。今日はオランバートルのティアモーという有名なカフェからモンゴル講座をお送りいたします。アミナとモヤです。また、はい、アヤゴモです。私の大好きなのはバニラケーキです。モンゴル語ではタニフテンペソと言います。ところでモヤ君は何が好きですか？僕の好きなケーキはチョコレートケーキです。モンゴル語ではシフタクテルトと言います。おいしいですね。おいしいですね。おいしいですはモンゴル語ではアンステと言います。僕はやっぱりティアモが好きです。私も同じです。ビーティアモ。そして私たちもティアモが好きです。ビーティアモ。そしてみなさんとお会いするの久しぶりですね。お元気でしたか？私は6月からここアメリカテネシー州ビジョンフォーチに招致しています。ビジョンフォーチはテレビジに似てます。これをモンゴル語で話せばビジョンフォーチという地で期間と言います。ビジョンフォーチという地で期間、ビジョンフォーチという地で期間、ビジョンフォーチという地で期間。でも美しいはサーフィンゲルとしてと言います。サーフィンゲルとしてサーフィンゲルとしてサーフィンゲルとしてもう一度ピーチョンコースに期待です。これはモンゴル語では100ピーチョンコースイメーペ100ピーチョンコースイメーペ100ピーチョンコースイメーペ。皆さんありがとうございました。私ハンガイがピーチョンフォーチからお伝えしました。また来てます。バイバイして。デデレッサンベサノ。今日はここチングスハン広場から私ボヤナとジェイコが楽しいモンゴル語講座をお届けします。ハン広場をモンゴル語でチングスハンに立ってと言います。チンギスハンはモンゴル帝国の英雄ですね。チンギスハン広場の周りに多くの建物が建っています。チンギスハン銅像の後ろには政府機関がありますね。政府機関はモンゴル語でザスキン・ファチン・ホルトンと言います。ここは中心郵便局の州都はチンギスハン広場の西側にあり多くの市民が利用しています。また珍しい切手やポストカードをお買いに来る観光客でにぎわっています。はい、国立オペラ劇場ドゥーリンティアトルまで来ました。このオペラ劇場は日本人によって建設された建物です。それではまたお会いしましょう。ダラデトーツタップバイステー。우리의삶에서는비여유합은어떤식사로쓰인비엔호뚜베나렉시노후루이마치와몽골고대유토
ishni hochun hot と言います。とても立派な建物ですね。立派な建物はモンゴル語で言うと goi tansuk baishun と言います。楽しそうはモンゴル語で言うと bukchilte yama と言います。私も今日はここでのんびり過ごしたいと思います。僕でれ、バイッサー、バイッサー、따라오셨어요。